まずはクズのね、あのつる、藤のつるでもいいんですけど、それと好きなね、まあ、その野草ですよね、用意して、あのただ差し込んでいくだけなんですけどね、私はいつもこう刺して、でも出てきたね、下のこの葉っぱ、ここは切っちゃいますね。こう絡ませてもいいんですけど、ちょっと見た目が悪くなるんで、私は刺したらもう下をね、ここ切っちゃいます。はい、でこれであのここ切ってもいいし、その葉っぱを落としてね、あのこうつるにね、こう一緒に巻きつけちゃってもどっちでもいいですね。私はいつも差し込むだけです。そうするとあの、まあ、簡単っていうかすっきりしますよね。余計なものがなくなるんでね。とにかくこの丸めた、もうぐるぐる丸めてこうねじって、あのつるをね、こう輪っかにするだけなんですけど、簡単なんですよ。 まずあのつるをこうぐるぐるっと2周くらい丸めて、そこにもう一本のつるをこうその周りをぐる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 ね、こう巻き込んでただ作ってるだけなんですよね。であとはその季節のね、もうその辺に咲いてる花をね、こうやってただ刺すだけ。今ちょうどセイタカアワダチソウがね、あのいっぱいねあるんで刺してみました。そしたら割とね素敵なんですよね。こうそんなにすぐ枯れないしね、だいたい1日くらい持ちますね。まあ、次の日にはもうしなしなってなっちゃうんですけど、そしたらまたね新しいやつに変えればいいからね。その辺にたくさんこう今咲いてるんで、で草ですからね、こういくらでもありますよね。こんな感じで、まあ日持ちさせたかったら何かの実とかがいいでしょうね。この時期散歩してるとなんかこうノイバラの実とか、なんかこう植物の実みたいなのがいっぱい見つかるんで、そういうこう何かの草の実みたいのだと結構長持ちしますよね。うん、私はその辺にあるものでいつも作ってますね。でこのリースっていうか、その枠ね、これ取っとくとクリスマスの頃にも使えるし、あとお正月の時にもこれ使えるんですよ。玄関のところにね飾り付けますよね。その時はこう、もうその時期のね、冬に咲いてる、うん、そうだな、家の周りだったら杉林がね、杉の山に囲まれてるんで、杉の葉っぱとかね挟んだり、うん、でその時菊とかね、あの咲いてるんですね、庭に。だからその周りにちょっと菊やってみたりね、そんな感じで。あ、クリスマスホーリーがありますよね。実、庭にその赤い実があるんで、それをこう周りに刺しても素敵ですよね。それ全部ぐるっと一周しても可愛いですね。あの緑とね、赤のね、そのクリスマスの時期に咲くやつがあるんですよ。そういう実だとね、1週間ぐらい持ちますね。うん、そんな感じで、その時期に咲いてる花とかね、その実なんか、あと葉っぱもいいですね。葉っぱでぐるっと一周しても綺麗だし、うん、だお金かけなくてもね、その高いもの買わなくても身近にあるものでね、こうやって、まあ、田舎だからできるんですけど、作ってますね。はい、でちょうど秋になるとね、その藤のつるとか、うん、うちの一番見つけやすいのはあのクズ。クズのなんか紫色のね花が咲く、すごいあのもう何ていうのかな、絡まってくるっていうか、すごく伸びてるこうつるがあるんですよ。そういうのでいいですね。そういうのをこう切って、それで丸めるとこうなりますね。私はいつもそのクズのね、あの店の裏にねそれがいっぱいあって、まあ、その辺にどこにもあると思うんですけど、それでねこう作ってますね。昔は山まで行ってね、あの藤のつるとかね、そういうのを探してましたね。はい、完成です。